ブライス・デイビソンは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州、ウォールナット・クリーク出身の男性元、フィギュアスケート選手。2006年トリノオリンピック、2010年、バンクーバーオリンピックペアカナダ代表。パートナーは、ジェシカ・デュベなど。元フィギュアスケート選手のミシェル・ムーアと2013年に、交際を始めた。2015年9月27日に婚約し、 2017年6月17日に結婚したカリフォルニア州ウォールナットクリークに生まれ5歳でスケートを始めた当初ジェシー・マクニールラとペアを結成するが国際大会で表彰台に上ることはなかった2003年よりジェシカ・デュベとペアを結成ペアとして活動を続けるかたわらパートナーのジェシカ・デュベと同様に男子シングルへも 国内大会ながら、エントリーを続けた。2004年、2005年世界、ジュニアフィギュアスケート選手権ペアで2位。2006年トリノオリンピックペアに出場し10位となる。2007年カナダ選手権ペア優勝。2007から2008シーズン、スケートアメリカで優勝。スケートカナダでは2位となった。3戦目の NHK 杯は3位。 初出場のグランプリファイナルではフリースケーティングで自己最高得点を更新し4位となった2008年カナダ選手権は2位に終わりに連覇はならなかった3度目の出場となった世界選手権ではミスを最小限に止めた演技でショートプログラム4位から順位を一つ上げ自身初めての世界選手権のメダルを獲得した2008から2009シーズン スケートカナダで2位、NHK 杯で3位となり、グランプリファイナルに進出することはできなかったものの2009年、カナダ選手権では2度目の優勝を果たした。世界選手権では7位に終わり、バンクーバーオリンピックの最大出場枠を確保することはできなかった。地元、カナダで行われたバンクーバーオリンピックでは、ジャンプの調子が上がらないものの、6位に入賞した。 2010から2011シーズンのすべての試合を離断性骨軟骨炎の治療のため欠場することを発表し10月26日に手術を行った2011年3月にリューベとのペア解消を発表した引退後はコーチに転校した 詳細 abhttp コロンスラッシュスラッシュ www.olympic.sa スラッシュ en スラッシュ athletes スラッシュ b r y c e d a v i s o n スラッシュ、ミッシェルブライス・アワーストーリー、コメンツフロムズベ、デビソン・オン・スプリット・アーカイブド2011年3月14日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン。ありがとうございます。